対応のところ、日田市市政80周年記念式典にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。ただいまから、日田市市政80周年記念式典の開式に先立ち、オープニングといたしまして、記念映像をご覧いただきます。この映像は、平成22年の市政70周年から今年までの10年間に本市で起こったさまざまな出来事やニュースなどを10分間の映像としてまとめたものです。それでは皆様、記念映像をご覧ください。ただいまより日田市市政80周年記念式典を開式いたします。続きまして国歌斉唱を行います。皆様その場でご起立をお願いいたします。なお、お体の不自由な方につきましてはお着席の場までお願いいたします。国歌斉唱につきましては新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクをしたまま、声を出さずに、心の中でご斉唱くださいますようお願いします。ただいまから日田市民憲章を朗読させていただきます。
伝統と恵まれた自然の中に育った北市民です。私たちは北の市民であることに誇りと責任を持ち、お互いの幸せと郷土の発展のためこの憲章を定めて心の拠り所とします。一つ、伝統と文化を尊び豊かな心を育てよう。一つ、明るく胸を張って働こう。一つ、お互いに信じ合い温かい心で人に接しよう。一つ、決まりを守り良い習慣を身につけよう。一つ、水と緑と空を大切にし美しい街を作ろう。本日ここに日田市市政施行80周年の記念式典を挙行いたしますところ、ご来賓の皆様はじめ各界各層の皆様におかれましては、公私ともご多忙の中、またご遠方からも多数ご臨席を賜りまして、心より厚く御礼を申し上げます。日田市は昭和15年12月11日、日田町と三好、照岡、高瀬、朝日、三花、西有田の6村が合併しまして、県下4番目の市として誕生し、その後、昭和の大合併、さらには平成の大合併を経まして、現在の日田市が形成されました。市政施行から80年、今日に至る輝かしい市政の発展は、多くの先人や市民の皆様の絶え間の努力、情熱の賜物であり、その個人力に信心なる敬意を表しますとともに、心より感謝を申し上げます。戦後初の郷土出身市長として誕生いたしました広瀬正雄第3代市長は、文教と林校と観光の都市をまちづくりの方針に掲げ、その後歴代市政におきまして、この目指すべき方針が着実に推進され、社会基盤の整備をはじめといたしまして、産業の発展と振興、教育、文化や福祉、医療の充実が図られてまいりました。しかし近年、我々を取り巻く情勢は人口減少、地域経済の再生など多くの課題を抱えており、特に少子高齢化、人口減少問題は国及び地方の活力の低下を招くとともに、社会保障制度の維持にも大きな影響を与えることなどから解決すべき最重要課題となっております。また未だ収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症は、ここに来て感染が急速に拡大しており、経済はもとよりあらゆる方面に大きな影響を与え、閉塞感が漂う状況が続いております。さらに近年、著しい環境の変化や異常気象により全国各地で自然災害による甚大な被害が相次いで発生する中、本市においても平成24年29年の九州北部豪雨、さらには本年7月の豪雨により大きな被害を受けたところであり、今後の災害に備えた防災対策も喫緊の課題となっております。こうした状況の中、これからも市民共同のまちづくりを基本に、災害からの復旧と復興を速やかかつ着実に進めるとともに、情勢に応じた新たな施策を取り込み、未来を見据えた持続可能な日田市の創生に取り組んでまいります。今後とも皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。本日は市政の振興、社会文化向上発展に遺憾し、特に功績が顕著な方、また市政の模範となるべく善行な方9名と2団体を令和2年度市政功労者として表彰申し上げますとともに、
市政施行80周年を記念しまして、各分野におきまして、長年にわたりご尽力いただいた方、また市政や地域社会に大きく貢献された方や、団体を表彰申し上げることといたしております。それぞれの立場での輝かしいご功績であり、また市民の規範とするところでもありまして、心よりお喜びを申し上げますとともに、皆様方のより一層のご活躍、今後とも市政に対しますご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。結びに、ご来賓の皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げますとともに、本日ご列席の皆様方のご多幸を記念いたしまして、私の式辞をいたします。令和2年11月29日、大正原田健介。今、日田市80年という歴史を顧みますと、戦後の混乱からの復興を経て、産業、経済の高度成長、道路、下水道など、公共施設の充実や市民福祉の向上、平成の大合併、また、度重なる豪雨災害や感染症の拡大など、波乱、激動の中を、時には異常な苦しみを味わい、時には療養たる前途に心を躍らせながら、着実に前進、発展を続けてまいったところでございます。いにしえより、日田市は天領として、また豊かな自然に恵まれた林業の町、水郷の町として栄え、今の昔ながらの風情や文化の香りがそこかしこに色濃く残っております。私たちは、それぞれの時代を懸命に生き抜いた先人の精神を重んじながら、この香り高い文化、歴史と緑豊かな自然を世代から世代へと伝え、育んでいかなければなりません。平成の大合併から15年が経過した今、急激な少子高齢化の進展、高度情報化社会への対応、地球温暖化に起因する異常気象や新たな感染症の拡大など、地方自治体を取り巻く内外の社会経済環境がますます厳しさを増しており、市民の皆様が安心して暮らすことができる持続可能な社会づくりの取り組みをいかに進めていくかが問われています。日田の豊かな自然と歴史、文化、産業などの個性を生かした街づくりをより一層推進していくことが私たちに課せられた命題であり、今後も市民共同の理念のもと、皆様と共に活力に満ちた日田市の創造に向け邁進してまいりたいと存じます。結びといたしまして、日田市政執行80周年を皆様と共に経過し、本日の記念すべき日に市政功労者並びに80周年記念の表彰を受けられます方々に対し、新人なる敬意を表しますとともに、本市の発展にご指導、ご協力を賜りました関係各位に感謝を申し上げ、日田市の限りない発展と合わせて市民の皆様のご健勝をお祈りし、私の挨拶といたします。令和2年11月29日、日田市議会議長、石橋君。
表彰されます方々につきましては、お手元の式典パンフレットの5ページ、並びに6ページをご覧ください。それでは、お名前を申し上げますので、舞台中央の方へお進みいただき、表彰状をお受け取りください。なお、表彰につきましては、順不同とさせていただきます。高瀬剛様、表彰状、高瀬剛殿、あなたは4期16年にわたり日田市議会議員を務められ、その間日田市議会副議長等の要職を歴任され、市政の振興発展に貢献された功績が著しいので、功労賞を贈り、これを表彰します。令和2年11月29日日田市長官。表彰状、竹内久美子殿、あなたは統計調査員として28年65回の長きにわたり調査に従事され、正確かつ適正な調査は他の調査員の模範となり、本市の統計調査に貢献された功績が著しいので、功労賞を贈り、これを表彰します。令和2年11月29日表彰状、江島靖殿、あなたは長年にわたり交通安全協会日田支部の一員として、交通安全思想の普及と交通事故の防止に尽くされた功績が著しいので、功労賞を贈り、これを表彰します。令和2年11月29日表彰状、大場清美殿、あなたは長年にわたり少年警察ボランティアとして街頭補導活動をはじめ、少年の非行防止活動や防犯活動により治安の維持に貢献された功績が著しいので、功労賞を贈り、これを表彰します。令和2年11月29日表彰状、飯田房子殿、あなたは
長年にわたり日田市民生委員児童委員として社会福祉の向上に尽くされるなど献身的な活動により本市の民生の安定に貢献された功績が著しいので功労賞を贈りこれを表彰します。令和2年11月に日田市表彰状、高村忠殿、あなたは長年にわたり有料ナイフの生産などに勤め、その間大分県持病生産農業協同組合副組合長などの要職を歴任し、本市の林業の振興と発展に貢献された功績が著しいので功労賞を贈りこれを表します。令和2年11月29日出しておかれます。表彰状、渡辺照子殿、あなたはあぜ道グループ職員加工組合代表として自然の素材を使ったかりんとうの考案販売に勤め、長年にわたり農村女性の企業活動にご尽力されたその功績が著しいので功労賞を贈りこれを表彰します。令和2年11月21日大正からだけです。表彰状、奥森修司殿、あなたは長年にわたり博物館協議会委員として博物館の運営や活動に努め、その間博物館協議会副会長の要職を務め、博物館の充実発展にご尽力されたその功績が著しいので功労賞を贈りこれを表彰します。令和2年11月29日出しておかれます。表彰状、大分県建設協同組合北支部殿、非団体は平成24年および平成29年九州北部豪雨、また令和2年7月豪雨による災害対応において生活道路の警戒作業や災害のゴミの収集運搬作業など迅速な応急復旧に貢献された功績が著しいので功労賞を贈りこれを表彰します。令和2年11月29日出しておかれます。
とはチーム大分との非団体は東日本大震災の被災地において市内中学生を引率しボランティアとして被災者支援に取り組むことで若者の不思議意識の醸成に寄与するほか市内の度重なる豪雨災害においても被災者に寄り添ったボランティア活動にご尽力されたその功績が著しいので厚労省にこれを表彰します。令和2年11月29日大正春です。表彰状、大庭隆夫殿、あなたは第12代日田市教育長として教育行政の充実、発展にご尽力され、その功績は極めて著しいので、市政施行80周年にあたりこれを表彰します。令和2年11月29日、日田市長からです。表彰状、張哲也殿、あなたは長年にわたり林業に携わり、その間大分県林業経営者協議会会長等の要職を歴任され、当時の産業の振興と発展に貢献された功績は極めて著しいので、市政施行80周年たりこれを表彰します。令和2年11月29日表彰状、梶原公人殿、あなたは長年にわたり公民館活動の推進にご尽力され、社会教育の振興に貢献されたその功績は極めて著しいので、市政施行80周年にあたりこれを表彰します。令和2年11月29日
感謝の意を表します。令和2年11月22日、大使館です。感謝状、梶原久美殿、あなたは長年にわたり北人権擁護委員として人権思想の普及・高揚に努め、日田市の人権施策に貢献された功績が極めて著しいので、施設法80周年にあたり感謝の意を表します。令和2年11月29日、日田市長からです。感謝状、斉藤義隆殿、あなたは長年にわたり自治会長として地域社会の振興発展に寄与された功績が極めて著しいので、政策を80周年であり感謝の意を表します。令和2年11月29日、大使館です。感謝状、小野忠殿、あなたは長年にわたり人権研修講師として人権意識の啓発にご尽力され、その功績が極めて著しいので、政策を80周年にあたり感謝の意を表します。令和2年11月29日、大使館です。感謝状、日田地域技能士会殿、非団体は長年にわたり技能水準の向上と優れた技術者の育成にご尽力され、その功績が極めて著しいので、施設法80周年にあたり感謝の意を表します。令和2年11月29日、大使館です。運悪く3人のうちの1人に当たったもんですから挨拶をさせていただきます。日田市が市政執行80周年を迎えられ、こうして記念式典が開催されたことを心からお喜び申し上げます。日田市政80周年おめでとうございます。冒頭にこの80年間を日田市政に行きまして、大変なご尽力をされた先人の皆さん、そして全てのご関係の皆さんに心から敬意をします。日田市市政施行80周年記念式典が挙行されるにあたりまして、大分県議会を代表してお礼の言葉を申し上げます。昭和15年12月に1町6村の合併で日田市が誕生して以来、昭和30年には近隣の5村、さらに平成17年には前津江村、赤津江村、上津江村、大山町、天ヶ瀬町との合併を経て、皆様によって永遠と歴史が刻まれ、めでたく80周年の記念すべき日を迎えられました。心からお喜び申し上げます。記念宣言を行います。記念宣言をお手元の式典パン
12ページにも記載しております。なお新型コロナウイルス感染症対策のためこの場での宣言は行わず、事前に撮影させていただいた映像を上映いたします。宣言を行うのは北高等学校2年2組菅野真奈さんです。宣言が終わりましたら皆様の拍手をもってご賛同をお願い申し上げます。大分県立北高等学校2年2組菅野真奈です。この度は日田市市政80周年誠におめでとうございます。ただいまから日田市市政80周年記念宣言文を読み上げます。日田市市政80周年記念宣言。昭和15年12月11日に市政を施行して以来、2度にわたる市町村合併と昭和、平成、令和の歴史を重ねた日田市も誕生から80年を迎えました。豊かな自然に恵まれ、水が生まれる美しい山々に囲まれた水郷日田、歴史と文化を受け継ぎ伝統に彩られた町並みを残す天領日田、私たちの住む町日田は先人のたゆまぬ努力とふるさとを守り伝えようと尽力する多くの人によって支えられてきました。今私たちは歴史の大きな転換点に立っています。減少の局面を迎えた人口、進行を続ける高齢化や過疎化、頻発する大規模災害を背景として、私たちが将来にわたって安心して暮らし続けることのできる町を切望しています。一方で新型コロナウイルス感染症の拡大は私たちに新しい生活様式、新しい暮らし方への変革を急速にもたらそうとしています。このような中、日田で暮らし日田を後世に伝える私たちは、地方の豊かさを見つめ直して、ふるさとが未来に誇れる日田市となるよう、市民と行政が一体となってまちづくりに取り組む市民共同を進めながら、未来へ向け地方の創生と持続可能な社会の実現に努力することを宣言します。これをもちまして日田市市政80周年記念式典を閉式いたします。